はい、田です。元です。本日はですね、はい、レアルソシエダ対、はい、ラージェバジェカーノということで、はい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 、久々のソシエダの動画なんですけど、はい、ちょっとねブライトンと被んなかったんで、はい、見させていただきましたということで見させていただきました。なぜか、うん、久保くんがスタメンじゃなくてですね、そうなんだよね、途中で久保出てくるんですけど、うん、久保入ってから、うん、明らかにチームが円滑になるというか、そうなのよ、もう久保とシルバでお祭りしたりとか、うん、それこそもうハマってるよねソシエダって基本的に、うん、後ろ4枚横並びで久保が右ウィングで落ちてきて、うん、もうサイドバックから右サイドハーフの同レーンで、うん、ハマってるからめっちゃ食いついてくるよ、うんうん、で食いついてくるんだけど久保ってもう用意できてるし、うん、頭の回転めちゃくちゃ速いから、うん、それでもその矢印がでかければでかいほど、うん、それを逆手に取れると、ソシエダでそれできるのが久保しかいない、うん、シルバもここまで逆手に取れない、うん、今のシルバはそうね、2点目取ったのも久保の剥がしからなんですけど、そうね、まあ、80分の今言ってたシーンが80分のシーンなんですけど、うん、左のチップでかわすやつとか、ね、でも逆にソシエダってハマってるからこそ、うん、取れるっていう矢印の逆つけるのが久保だから、うんはい、確かにね、逆にいいのかなって思ってきてるんですけど、確かにそれはあるかもね、うん、まあちょっと久保が入る前の一旦布陣をちょっとおさらいしたいんですけど、はいはいはい、ラリーガがやっぱ偽サイドバックっていう概念ないのかなっていう、うん、そうだね、そうやっぱり基本後ろ3枚か4枚横並びで、うんうん、アーセナルとか、まあ、マンチェスターシティって後ろ4枚横並んでるところから、うん、あ今4枚もいらないなっつって、うん、サイドバックがボランチに入るから、うん、アンカーの脇が埋められると、はい、だからアンカーにパス入ってもそのフリックしてアンカー同士でプレスを逃がせるから、うん、まあはまんないし、うん、後ろもつけやすい2人いるから、うん、その捕まってても逃がせるよねっていう、うん、そのソシエダって、うん、まあ54分のシーンそうなんですけど、はい、やっぱアンカーが孤立してると、そうね、だからつけたところでプレスを逃がせる場所がないから、うん、アンカーにガッて矢印出ちゃうから、そうね、まあ、それなるの分かるじゃないですか、分かるから、うん、センターバックもつけれないのよ、うん、事実上のアンカーにつけれるんだけど、うん、つけた後の未来が見えないからつけれないと、うん、だからサイドバックに出すと、で4枚横並びだからもう同サイドのレーンしかないから、まあ、ハマるよねっていうのが、うん、久保が来るまでずっと続いてたんよ、そうね、やっぱそのスペイン全体がそうなのかなということで、その53分10秒のシーンなんですけど、うん、このラージバジェカーノもダウンスリーするじゃないですか、ボランチ、そうね、でそのダウンスリーに前が誰もついてきてないんよ、そうだからこれエグいっすよ、結構スペースエグいよ、ね、スペースエグい、これパスのコース読めるじゃんこれサイド流れる以外ないなってなるからはめやすいし、うん、これ結局左サイドバックの個人技で剥がしてったんですけど、うん、これなかなかしんどいっすよね、しんどいよね、うん、この距離感、今この状況だったら、うん、まずこの左サイドバックこれジンチェンコだったらまずここ入る、うん、そうね、そこ行くよ、そうジンチェンコだったらここ入ると、うん、でさらにトップ下も落ちてきて、うん、3人の形を作るんよね、そうね、まあ、今のプレミアの上位のチームたちは、はいはいはい、そうこれがね4枚この状態でも左サイドバック開いてるから、うん、マジで多分偽サイドバックの文化ないんだと思う、ないね、そう、うん、後ろは横並びで外迂回して裏つきましょうよみたいなが主流なのかなっていう、そうね、うん、久保来ない中でもやっぱりシルバがね、まあ、55分のシーンですけど、まあ、右に流れてきて、うん、シルバってトップ下の選手ですけど、まあ、右に流れて真ん中スカスカになるけど右サイドで数的優位作るから、うん、まあ、1枚剥がせるし、うん、まあ、それこそ59分のシーンとかもシルバのニアゾーンランとか、はい、さっき右後ろに流れたのに今度左のペナのポケット取ったりとか、うん、結局シルバがぶっ壊してる、そうね、そう、それいい意味でぶっ壊してる、そう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 、これ結構久保いないとヤバいよね、ヤバいヤバい、マジでヤバい、マジでヤバい、もう円滑に回んなくなっちゃうね、回んないし、うん、剥がしどころが久保しかないから、そうハマってるのが逆に美味しいって思えてるのが久保だけだから、そうだね、みんなハマってるとそのままバッチになって、うん、ファールみたいな感じだから、そうね、まあ、この62分40秒の久保くんのシーンなんですけど、はいはいはい、もうねボール受ける前に、うん、映像見てもらえれば分かるんです、これ、うん、見てもらいたいんですけど、うん、ボール、まあ、奪ってから、うん、久保が引き受けるまでに、うん、2回首振ってんすよ、うん、でそれでもう情報を一瞬で処理して、うん、あこれもう右にはスペースないというか、うん、右に行っても俺孤立するだけだっていうので、うん、まあ、カットインの深さもそうなんだけど、うん、まあ、2人剥がしてそのまま見えてるんよね、まあ、そう見えてるし、うん、そこまで本当に運べるんよね、うん、ここなんか他の選手だったらここで多分ガッチャンガッチャンまず体入れて、うん、はいはい、体で時間作ろうとするんだけど、うん、久保はもう情報をまず一瞬で首2回振って集めて、でその上でみんなが上がってくるのをカットインで待ち
ながら前進するというか、うん、普通の選手だったらスピード上げるか体で時間作るかだから、うん、これが久保建英なんだよね。そうなのよ、うん、もう天性なんだよね、うん、いやこれ多分久保建英以外多分無理だもんな。無理無理無理。そうここでもねライン感感じて一瞬スピード落としたりとか、うん、スピード上げるところと落とすところと、うん、そうね、そうみんなの矢印感じてみたいな、うんうんうん、それが、まあ、タッチが細かいから相手も寄せきれないというか、うん、これはでも世界で見てもこんな選手なかなかいないというか、なかなかいない、うんうん、もっとビッグクラブで俺久保やれると思うなって、ね、改めて久々にソシエダ見て思いました。うん、うん、まあやっぱソシエダも、まあ久保入ってもやっぱりアンカーがやっぱりね真ん中一人孤立なんですよね。だからこれさ、この両サイドバックね、うん、どっちかここ入った方が絶対いいよね。そうそうそう、どっちかここ入るか、まあ、そのゼロトップにして落ちるか、うん、このやっぱアンカー一人にすることによって、うん、アンカーがもう使い物にならないもんね、うん、そのつけれないよね。そうそうそう、ブライトンだったらまあそれこそマンチェスターシティもそうですけど、うん、ボランチの距離感が近いから逃がせるというか ね、うん、ね、これはちょっとスペインのトレンドなのかな、何なんだ、何なんだろうねこれ。だスペイン代表もさ、そうスペイン代表も4枚横なの、ね、そう4枚なのよ。そう、これはどういうことなんだろう、どういうことなんだろう、うん、なんかスペイン詳しい方いたらね。そう、でもペップ・グアルディオラだって偽サイドバックだからね。そうね、スペインの神と言っても過言ではない。確かに、これは何なんだろうかマジで気になるな。ねえ気になる。時代切り替え切れてないのかなっていう。ああ更新しきれてないのか。うん、でまああとやっぱ95分のシーンなんですけど、はいはいはい、まあ久保が左サイドに流れてて、うんうん、でまあサポートがなくて縦行っちゃって、そうだね、で、うん、結構ミスから孤立していく形になって、うん、2人ぐらいに囲まれてこれ大丈夫かなって思ったら、うん、タッチも細かいし、うん、ガチャガチャも意外と強いから、そうそうそう、なんだかんだ残すんすよ、ね、そうなんだよね。だから結構孤立しても残せるから、うんうん、だから近い距離感ではもうダントツというか、うん、まあ、まだ俺久保近い距離感でやりきれてないと思ってるから、うんうん、まあ、それこそマンチェスターシティ、アーセナル、ブライトンみたいなチームに行った時、うん、多分久保異次元な輝き放ってたから、分かる分かる、多分三笘よりいいんじゃないかみたいな。ああもう目立っちゃって、うんうんうん、そうでこんだけね距離感若干、まあ、外回りだけど、うん、遠いサッカーというかサポートしきれてないサッカーでも、うん、こんだけ違い作れるから、うん、本当に距離感近いチーム行ったら大変なことになると思うけどね。無双だよ。いや無双無双マジで。いやよくやれてるよ久保、うん、本当に、うん、いやこれソシエダ久保いなかったら多分今の順位じゃないと思う、うん、マジで。これその俺らが久保好きだからとかじゃなくて、そうそうそう、ちゃんと見てそう思ったから。そういや久保ちょっとまだ若いからさ、うん、ちょっとラリーガじゃなくてもいいよね。そう、そのラリーガが今偽サイドバックが主流じゃないから、うん、やっぱりそのね中盤の距離感が遠いじゃないですか。そう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 、これでサイドバックがボランチ入るだけで、うん、全体の距離近くなるから、 それが主流のリーグというか、そう、ね、まあ、それが主流のチームに行った方が、うん、久保もっと生きると思うな俺。そうね、そうそう、偽サイドバックがないよねえ、なんでだろう。うん、いや偽サイドバックで歯車合うと思うんだよ ねこんな両サイドバックサイドの必要ないもんね、うん、どっちかは入って後ろ3でいいもんね。今度逆のサイドバック受けれないよね。受けれない受けれない、うん、だからマーチってさ、なんか久保に似てるなと思ったけど、うん、いやちょっと違うな。あ、違う、全然違う、全然違う、ね、いや久保とマーチ全然違う、全然違うな、うん、いや久保の方がパキパキ、そうパキパキなの。もう目決まっちゃってるもん。バン決まりだよ、目パキっちゃってる。いや久保多分世界でも頭の回転だけで言ったらトップ5入るよ。確かに、うん、ネタエグい、ネタエグいね。ボール受ける前にもうネタが10個ぐらいあって、うん、その中の最善の一手をパーンって出せるもん。確かに、うん、へいお待ちっつって、ね、ひな壇だった最前列、最前列もう、ね、アンタッチャブルのザキヤマぐらい。ザキヤマぐらい早いよね。確かに、もうとりあえずザキヤマに振れば面白くなるみたいな、うん、速さでいったらね、久保ザキヤマだもん。そうなの、うん、まあ、ということでね、はいはい、まあ、今回、まあ、後半、まあ、久保が出てからの解説みたいな感じだったんですけど、うん、いや久保は偽サイドバックがあって、うん、なおかつ距離感もフォワードも若干落ちてくるぐらいのサッカーの方が絶対生きるなって、うん、確かにね。いや、うん、今のこのね孤立した外回りのサッカーでも、うん、こんだけやれてるんだから、うん、ちょっと楽しみですね。そうだね。それこそね、日本代表もやっぱり、うん、ワントップ下で久保使われること多いじゃないですか、うんうん、で、2ボランチ後ろでワントップ張ってるから、うん、で、今伊東純也と三笘も張ってるじゃないですか。そうね、だからトップ下結構孤立するんですよ。わかる。だから久保が多分代表で、うんっていうのは、うん、俺多分それが原因だと思うんで。そうね、そこだよ。そう、だから逆に俺ボランチの方がいいんじゃないかなっていう。あ、その、はいはいはい、ここで1枚トップ下浮くんだったら、うん、2ボランチって距離感近いじゃん、やっぱ、うんうんうん、そこ行った方が俺いいと思う。久保は生きると思うけどね。確かにね、うん、っていう、久保は距離感近くないと、うん、久保建英を出し切れないと思うんで。そうね、うん、これはちょっと、まあだから難しいっちゃ
難しいよね。うん、まあね。三笘とかはやっぱりどこでもサッカーできる人間だと思ってるから。うん、いや久保はでもハマった時俺三笘超えると思ってるから。そうね。わかるわかる。そこはちょっと皆さんそういう目で久保武英さんを見てくれると。そうだね。ポテンシャルはやばいっすよ。そうそうそう。相当やばいっすよ。やばい。うん、本当に。まあなんでね。うん、まあ今後もソシエダちょっと久保武英追っていきたいなって思ってるんで。はい。まあ生配信とかもしてるんでそこのところよろしくお願いします。お願いします。それではこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録と。